川内新幹線車両センターは、鹿児島県薩摩仙台市宮崎町にあった、九州旅客鉄道の新幹線用車両基地である。本社鉄道事業本部新幹線鉄道事業部の管轄であった。現在は車両基地としては廃止され、川内駅構内の留置線扱いとなっている。九州新幹線新八代、鹿児島中央間開業に伴い、 同区間で運転される車両の車両基地として設置された。新幹線800系電車の川内港からの搬入、入線にも使用された。川内駅の鹿児島中央方面西側に引き込み線、連絡線が存在する。九州新幹線博多駅から新八代駅間の全線開業を前にした2010年11月22日に全線開業後の新たな車両基地として、 熊本総合車両所が解消し、当センターの機能は熊本総合車両所へ移転した。全線開業の2011年3月12日付で、車両基地としては正式に廃止されて、川内駅構内の留置線となり、鹿児島中央駅並びに、川内駅発着列車の夜間車両留置、及び仕業検査、交番検査などの簡易検査を行っている。また対外的には、 川内旧車両基地と表記されることもある。熊本総合車両所が解消する以前は、台車検査、全般検査の際は、機器と台車を取り外し、鹿児島総合車両所までトラックで陸送した上で行われた。熊本総合車両所の解消に伴い、当センターに配置されていた車両はすべて、熊本総合車両所に転属したため、末期は車両配置なし。ありがとうございます。